はあ、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。この前の動画から、かなり時間が経ってしまって、シェイプシフターズ4から、今のフッティーズまでのカードは入れられてないので、少しそこを追加をして、更新をしました。で、今回も海外の配信者の方たちと、あとは自分の個人的な喧嘩をもとにしてティアリストを作りました。それでは早速ティアリストを見ていきたいなというふうに思います。A だったり、B の選手たちに特に変更はないです。で、新しく入れた選手だったり、あとは自分が話したいなと、思う選手を中心に、紹介をしていきたいなというふうに思います。で、S は、SBC できたミリート、ディエゴ・ミリートだったり、フッティーズのイヴァン・カバレイロっていう選手を入れました。あとはイグワインも入れてますけど、これは目標で、手に入れられる選手です。レベル50のマイルストーンですかね。で、ミリートに関しては、やっぱりこの時期、もうシェイプシフターズの時期からやっぱり4-4っていうのは少し、個人的には厳しいかなっていうふうに思います。非常にもうシェイプシフターズの選手なので能力はかなり高かったんですけど、それでも、何か武器だったりっていうのは欲しかったかなと思います。例えば爆発的なスピードで、4-4でも全然サイドとかなら、使える強いっていう選手なら良かったんですけど、個人的には能力かなり強いですけど、やっぱりもうちょっとかなりシュートに特化した選手だと思うんですけど、シュートがめちゃくちゃうまいっていう人はいるので、特にその横のハーランドだったりとかはフィジカルもあって、さらにシュートの強さ、決めきる力っていうのもあるので、スキルが3でもこう使いようはあるっていうような感じですけど、それが一応特徴だったりするんですけど、それに比べると、ミリートは特徴があまりないかなって個人的に、思いますし、そこでスキルが5とか逆足が5とかっていうのもないってなると、個人的には、SBC では来たんですけど、作らなくてもよかったかなっていうふうに思います。あとは40万っていう、当時でも高い、SBC の価格だったので、個人的にはなしスルーしてもよかったかなっていうふうに思います。それでも能力だったりはそんなには悪くはないですし、もちろん A だったり B の選手たちよりかは、かなり能力だったり強いので、S にした、普通ぐらいの、ところにしたっていうような感じです。で、イヴァン・カバレイロっていう選手は、フッティーズに入ってきた選手なんですけど、10月11月の多分なんかフェイバリットかなんかで来た選手で、7万ぐらいと、かなり安くで作れた選手で、スキル5にもアップグレードされて、使いやすくはなった選手ではあるんですけど、ボディタイプがアベレージっていうこともあって、個人的にはあまりこう能力だったり、スキルが5ある割にこうキュンキュンしたドリブルっていうのは、できないのかなっていうふうに個人的には思うので、自分は S に、しました。結構スカットにも組み込みにくい選手ではあるので、作った人は少ないかもしれないですけど、個人的な強さと、しても、ティアリストの S ぐらいかなっていうふうに思います。で、そして SS と S の間に、新しく入れたのはアレシャンドレ・パト、そしてペペかなっていうふうに思います。パトに関しては結構記憶に新しい、人なんじゃないかなと思います。スキルが5で、アップグレードされた選手で、能力もかなりいいっていう風になってるんですけど、これも、パトもアベレージというか、ボディタイプがアベレージなので、あまり個人的に使った感じとしてはキュンキュンさはなかったかなっていう風に思います。それでも別になんか弱くはないですし、別に重いっていう感じもなかったので、思ってたほどは強くなかったっていうような印象を、受けました。この人も6万7万ぐらいで作れて、かなりその価値はあるとは思うんですけど、実際のその実力というかパト自体の強さでいくと、個人的にはここに入るのかなっていうふうに
思いますし、中にはパトめちゃくちゃ強いって言ってる、人もいたんですけど、そういう結構こう使用感が分かれるような選手になってしまったっていうことで、まあ SS には入れにくかったかなっていうふうに、自分は思います。こうめちゃくちゃ強いって言ってる人がめっちゃいて、中にはちょっと微妙じゃねって言ってる人っていう比率だったら良かったんですけど、まあ、意外と半々ぐらいなんかなっていうふうにも思ったので、まあそういうとこも見て、まあ、SS には上げきれなかったかなっていう選手になります。でペペは、まあ、この人はね前線でアタッカーというか、まあ、一応 ST に登録されてるのでこのアタッカーに入れたんですけど、まあ、おそらく中盤起用だったり、サイドバック起用がいいのかなっていう風に思います。こういう、ね、シェイプシフターズでもともと守備の人が前線になったっていうのでいくと結構ね判断が難しいところではあるんですけど、それでもペペ自体はあのめちゃくちゃ強かったです。自分一回ちょっと使ったんですけどめちゃくちゃ強かったですね。普通になんかケミオンでもなんか強かったんで、その時はまあ前線ってなるとやっぱり 4-4 が響くっていうので、一番は CM 起用だったり、まず中盤から下、まあボランチだったりがいいのかなっていうふうに思うので、ペペ自体の実力は強いっていうのプラス、まあアタッカーっていうのを考えた時にどうなんかっていう、まあバランスを見ると、まあここら辺なのかなっていうふうに自分は思います。 SS の選手と一緒に入れると、まあ、SS はもうこう前線っていう感じなんで、そこと同じっていうアタッカーとして SS の選手と並ぶかって言われると、うーんっていう風に思ったので、まあここら辺かなっていう風に自分は思いました。で SS は新しく入れた選手としては、まあフッティーズが非常に多いかなと思います。コマンだったり、昨日来たデイビッド、そしてキエーザ、この3人がフッティーズで、入れました新しく。でコマンは、非常にこうスキルじゃないな、逆足の方が5になって、まあ、できれば個人的にはスキル5にして欲しかったなっていう思いはあります。やっぱりスピードが速くてサイドを駆け抜けていけるような、選手だと思うので、そこでかなりこうスピードもあるプラススキルもあるっていう風になるとより良かったかなっていう風に思います。それでも元々のスピードは抜群にあるので、まあ、サイドだったりあとは使わなくなってもスパサブっていうのの使い方っていうのはできるかなっていう風に思います。なので非常にこうサイド際でこうチャンスが作れるような選手です。でデイビッド、まあ、デイビッドも非常に能力が高くて、さらにもともと逆足5あるっていうので、非常にこう初期の頃から、だったり、まあ、中間ら辺ぐらいでウィンターワイルドカードだったり、TOTY の特別賞だったりで、かなりこう今作の中でも注目を上げた選手の一人かなっていうふうに思います。まあ、なぜか臭いっていうね、なぜかこう球際が非常に強くてこうかっさらっていってそのままゴールっていうのが非常にまあ多い選手で、うまさっていうよりやっぱり今作強いなっていう選手の一人だと思います。なんで結構それが能力も高くなって、まあ、さらにこのフッティーズのカードはスキルが4にもなってるので、まあ、そこでまあ一応まだもともとスキル3だった選手なんで、本当にこうかっさらってシュートだけみたいな感じだったんですけど、まだスキルが4になったことで、まあその4のスキルで剥がして、まあ逆足号で決めるっていうのがまあできるようになったのは非常にでかいかなっていうふうに思います。まあドリブルとかはねやっぱりこう重たい選手ではあるんですけど、まあそれでもそういうなんか球際をこうデイビッド、もう五分五分でもデイビッドにフラスル上げてスルーパス出してっていうのは結構買ってくれると思うので、なんかそういう今作のまあ仕様に合ってる選手やったんかなっていうふうにも思います。この人もねケミストリーは難しくて、カナダの人なので、でリーグワンで囲まないとまあ難しいんですけど、まあ7万ぐらいで作れるっていうのもまあ、結構、安く
いいかなっていうふうに思います。ワンチャンこういうタイプがね好きな人はこの人をスパサブで出すっていうのも全然ありかなっていうふうに思います。普通にやっぱり今作通じて強い選手だったので、まあそれが能力を高くなったらまあそら強いだろうっていうことで、まあ自分は SS に入れました。でそしてキエザ、キエザも逆足が5になってます。まあコマンに結構似てるのかなと思いますね。やっぱり一番のこう主戦場としてはサイドになるかなっていうふうに思います。まあシュートだったり、まあ本当にこうコマンみたいな感じですね、結構似てるかなと思います。なんでまあスピードは、もちろんありますし、まあストレイフドリブルだったりとか縦に行く加速の速さっていうのは結構ありますし、まあそこにこう冷静さだったり、能力の部分もついてきて非常に強い選手になってるかなっていうふうに思います。まあ自分はねバレッラが来たことでキエーザを作ってまあ結構使ってるんですけど、まあ全然弱くはないっていうような感じですけど、まあやっぱり SSS 最高ランクにはまあ実際使ってみても入れれなかったかなっていうふうに思います。全く弱くはないですけど、こう一番上のランクの人が強すぎるなっていうので、まあ自分はここにしてるっていうような感じですね。で SSS と SS の間にいるのが、エイブラハム、目標で最近ですね、最近切ってますね、目標でエイブラハム、そしてルイス・ディアス、フッティーズ投票1回目の、まあ、勝者で SBC で登場した選手なんですけど、まあ、まずはエイブラハム、から行くとやっぱり目標の選手、無料で取れる選手としては、かなり強いと思います。この人バースデーできて、その時にスキルが5になったんですけど、まあその時もかなり、まあ、個人的には猛威を振るった選手だなっていう風に思います。やっぱり体がごつくてスキルが5でって本当にこうカントナみたいだなっていう風な、表現を自分はしてたので、まあそれがまたね、フッティーズで来て能力も高くなって、さらに同じくスキルが5にされてて、で逆足も4になってるっていう、その時はバースの時はただスキルが5になっただけで逆足は3だったので、まあそれがまあより強くなって出てきたっていうのはかなりこれは強いんじゃないかなっていうふうに思います。まあこの人もまあデイビッド同様、あのまあデイビッドよりは重いんですけど、まあスキルがあるので、まあ意外とその重さっていうのは感じないかもしれないですけど、まあ軽くはない選手です。やっぱり身長もあってフィジカルもあるので、あとは空中戦がこの人の場合は叩き込めるっていうのが非常に大きい特徴かなと思うので、結構ね目標で取れる選手としてはむちゃくちゃ強いと思いますね。まあ今作イブラがまあセリエの中でそういう空中戦だったりがかなり強かった選手なんですけど、まあそこに変わるぐらいの、エイブラハムは強いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ明らかに無料で取れる選手ではないですね、普通に考えて。ちょっと自分もねまだ取れてはないので、ちょっと取ろうかなっていうふうにも、思ってます。結構空中戦を活かした方がいい選手だと思います。でそしてルイス・ディアス、まあ、この人は本当に作ってよかったなと、自分個人的には思います。まあレビューも出してますし、やっぱりまあこの人もね言っちゃえばコマンだったりキエザと同じようなタイプなんですよね。サイドで本当にこう加速があって、逆足が5でっていう。でもなぜかねルイス・ディアスはコマンだったりキエザより自分は強いような感じはします。まあコマンはね自分は使ってはないので、まあキエザと比較をすると、まあキエザよりはなんか使いやすいなっていうような感じはしますね。やっぱりこういうなんか独特ななんかドリブルなのかわからないですけど、非常にルイス・ディアスに関してのまあ使用感っていうのは良かったです。なんでまあ SSS に入れても良かったかなとも思いますけど、入れきれなかった理由としてはやっぱりスキルが5欲しかったなっていう時も、もちろんあるので、まあ、そこで非常に惜しかった選手かなっていうふうに思います。まあ SS より一応上にはしてますけど、まあ、間っていうことなんでしてますけど、 SS でもいいかなっていうふうにも思いつつ、まあ SS 以上はあるっていうふうに自分は思うので、
まあ、そういう捉え方の方がいいかなっていうふうに思います。まあ、SS 以上で、まあ、SSS 未満ぐらいかなっていうふうに思います。スキルがあれば本当に良かったです、めちゃくちゃで、一番上最高ランクとしては、ディナターレだったり、フェラントーレス、フッティーズで来ました。でアベディペレ、まあ、この3人を新しく追加をしたかなと思います。やっぱりそうそうたる、メンバーの中で、まあ、入れれるのはこの3人ぐらいやったかなと思います。まあ、ディナターレは、本当にこう値段にも現れてるぐらい本当に強い選手です。まあ、200万を、今でも超えるぐらいの選手なんで、まあ、トークンで無料で取れるっていう、30枚かなで取れるような選手にはなったんですけど、まあ、それでも非常に強い選手だなっていうふうに思います。スキルが5に、まあ、キャプテンの強化と同じような形でスキルが5になって、シュート能力もかなり高い、もともと ST の選手なので、スキルが5になった後のシュートっていうのもしっかりと決めきれる、そしてさらに冷静さも高い、でペースもある、でドリブルもめちゃくちゃこねれて、さらにスキルがあるっていうのもあって、まあ、非常にこの人は使いやすい、選手の一人かなっていうふうに思います。かなりね、まあ、ベンエデル、まあ、ぐらいと言ってもいいほど、まあ、強い、まあ、強いというか軽いような選手なんで、まあ、ディナターレをめちゃくちゃ、自分は強いなっていうふうに思います。でそして、まあ、次アベディペレ、いきます。アベディペレはやっぱり 5-5 になったっていうのが一番でかいかなと思います。 4-4 の時は、まあ、キャムで、キャプテンで強化はされたんですけど、まあだんだんとこういう強化選手が出てくる中で自分は SS に落としてしまってた選手なんですけど、まあ、そこから、さらに強化を遂げて、5-5 になって、まあ、少し決定力は低いかなっていうふうに思いますし、あとはビニシウス、隣のビニシウスだったりと比べるとやっぱりこうドリブルっていうのは少しは劣ってしまうっていうところなんで、まあ難しい、こう意外とこう微妙というか間ぐらいの選手なので、まあ、ビニシウスぐらいのドリブルはない、かつ、まあ、めちゃくちゃ決定力が高いっていうわけでもないみたいな、まあ、それでもまあ 5-5 っていうのは、まあ、結構、作品通じて、まあ、少ない 5-5 を持ってる選手って少ない選手なんで、まあ、非常にこう貴重な、存在ではあると思いますし、まあ、決定力も低すぎることはないので、もちろん決定力93ぐらいあるので低すぎることは、ないので、まあ、ここに、入れた、あとはスキルも5使えるようになったっていうことで、まあ、でも意外と中にはまあちょっと、まあ、ビニの方が強くないとか、それこそ、まあ、ネイマほどじゃないとかっていう人も中には、いるので、まあ、無理して使うってほどではないと思いますけど、まあ、自分は SS ではないかなっていうふうに、思ったので、まあ、最高ランクに、自分は入れたっていうような形になります。でそして最後フェラントーレス、フェラントーレスに関しては、スキルが5になってるっていうのが一番でかいかなっていうふうに思います。でこの人は、値段も安くて10万以内で作れる選手、まあ、作れた選手で、まあ、ベイルとどうなのかっていうような、感じになりますね。まあ、そういう SBC の価格を考えた時にベイルは70万ぐらいで、フェラントレスは10万ぐらいっていうのを考えると、やっぱりフッティーズの、まあ、手軽さっていうのはでかいなっていうふうに思いました。すごいなっていうふうに思いましたね。でそこで、まあ、フェラントレスはかなりドリブルがしやすい、選手かなっていうふうに思います。身長はね184ってちょっと高めではあるんですけど、まあ、その身長の高さを感じさせないほどの、まあ、ボディタイプがリーンっていうことで、まあ、身長の割には、扱いやすい選手にはなっていると思いますし、さらにそこにスキルが5ついてるっていうのも非常にそういうドリブル面で大きいかなっていうふうに思います。でそれに加えてペースも、速くて、まあ、加速ダッシュ速度どちらも99あって、完走してるっていうこと、さらに、ペースに加えて、ドリブルも、速い、そしてパスも視野99でショートパス97だったり、非常にこう何でもできるような選手、まあ、強いて言えばさっきのほどのアベディペレと、ね、同じような形で、まあ、決定力は93で、シュートの
シュート力が93で、少しシュートに関してはちょっと入らへんなって思う場面もまあ少なからずは、あるとは思いますけど、まあ、本当にそれだけなので、非常にこの人が10万で作れたっていうのはかなりでかいかなっていうふうに思います。で意外とフィジカルも、あるっていうので、まあ、結構相手にいて、嫌な選手だったので、まあ、ここに入れたっていう形になりますし、まあ、海外の、人の評価も、まあ、かなり、高かった選手なんで一番上に入れたっていうような形になります。まあ、っていう感じで、最新版のアタッカーのテアリストの紹介になります。まあ、一応あとおそらく出せても1回ぐらいかなっていうふうに思います。まあ、時期も時期で、まあ、フッティーズも、まあ、一応多分1ヶ月半ぐらいはあると思うので、まあ、そこで1ヶ月半フッティーズが終わった時にまたもう一度更新をするっていうような形で、今作の現段階のテアリストっていうのは終わろうかなっていうふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。